た面してるじゃねえか。仲間をもう4人も地獄送りにしたとは思えねえぜ。何、気に病むことはないさ。戦場ではよくあることだからな。昨日の味方は今日は敵、今日の敵は明日も敵ってな。敵ばっかりだ。だからいいやつは早く死ぬのさ。お前は多分いたから、ここで死ぬのは、まあ悪く思わんでくれ。大丈夫、死ぬ。準備完了、行くぞ。力になれたかな。おかしいな。最後に一目。遅かったね。ここまで来たってことは殺してきたんだよね、ミート。まあ近くにいると肉厚が鬱陶しかったから。でもおかげで私のファンが一人減ってしまった。それは許せない。だから君を殺す。最後に忠告してあげるよ。私を殺そうとしても無駄。自殺した方がまだ効率がいい。それでも戦うつもりならいいよ。相手してあげる。デビルダウンロード。力になれたかな。やるわね。最後に一曲歌って。みんな死
死んでしまったね。でも安心してくれ。この一戦でこの一…そういえば俺がどうして日本支部長なんて話したことなかったよな。そう、もうわかるだろう。この儀式、俺はもう何度もこの儀式を戦い、そして生き延びてきた。その度に仲間を全て倒して、だからこの地位にいる。だからわかるだろう。いっそこの屋上から飛び降りてもいいんだぜ。いや、そうするくらいなら。悪い、つまらないこと言った。オーケー、それじゃあトーク、ここからは真剣勝負。君の悪魔を見せ。来い、僕の悪魔たち。力になれたかな。やるねルーキー。あとは託した。終わりましたね。見事な戦いでした。あっさあ、天も昇乱あれ。これにてゲヘナの裁きは下りました。来たれゲヘナの聖杯よ。いや、聖杯ってなんだよ。いやー、皆さん、まあとっても素敵でした。かっこよかったです。こっちはどっと疲れたけどね。そうですか。私は楽しかったですよ。映画見て。リカはノリノリだったよね。いやー、みんなノリノリだったと思いますよ。迫真の演技。シオニャン、自分の演技どうだったでありますか。え、見てなかったけど。ですよね。結局全部ルーキーに持ってかれちゃいましたね。ルーキーがやられるところも見てみたかった。それでミコさんは満足できたのか。本当に満足です。仲間同士で殺し合い、命を懸けた。燃えました。デスゲームっぽく訓練をやってほしいと言われた時はどうしたもんかと思ったけどね。たまには。まあ、みんなも楽しめたみたい。ルーキーもなんだかんだでお疲れさん。きっと強くなったと思いますよ。覚醒とかしちゃうかもしれません。けどもこれっきりにしてほしいぜ。あら、そんなに大変でしたか。いや、そうじゃなくてさ、こいつらが死ぬとこなんて見たくないからね。死ぬられた支部長としてはさ。それは戦いは過酷ですが、それそうだ。では次はコスプレ。みんなでコスプレして漫画やアニ、楽しそうじゃありませんか。おい、訓練は遊びじゃない。ルーキーもなんか言ってやってくる。